失礼します。こんにちは、こんばんは、レイです。よし、いやーいやいや、今回ねちょっとね、マッチングアプリ ねやっていまして、非常にその女性をね、お相手を探すっていうやつで、見ていくと、何件かチラホラね、チラホラヒットするのがありまして、非常にねちょっと疑問に思っているので、今回急遽この動画の内容のものを上げてみました。俺がね今ちょっと素朴な疑問を抱いてるのがあって、まあ、使い方とかちょっとよく分かってねえ部分があるんだけど、それ以前の問題で、そのね相手を探すっていうところを押して、相手のね女性を、自分の対象となる女性を探すんだけど、何件か国籍が中華の人がいるんで、それで住んでる居住地域も中華ってね、日本に住んでんならまだわかるんだけど、本国の自分の本土に住んでるね、中華の本土に、住んでいる方っていうのもいるんですよね。だからなぜなら本国に行って、中国だよ、中国の本国に行ってこっちの日本の人とどうやって絡むのってどうやって絡むのって、ね、すげえ疑問なのがあって、だから女性の人数、会員数を増やすために、中国人のアルバイトみたいなの雇ってなんか登録させてんのかっていうのはね、ちょっと今俺の心の中では疑問が出てきまして、で中には日本でバツイチで、なんていうの、まあ、中国人の方がいるんですけれども、まあ、別になんか中国人だから嫌とかっていうんじゃなくって、疑うんでしょ、だって普通ならとりあえず日本国籍星さんで本国からなんかやってんのか、まあ、国際結婚っていうのもね、もう当たり前の世界になってますけれども、それにしてもちょっとおかしくないかいっていうところがあるんで、まあ、本国、こっちのね日本に住んでれば分かるよ、また結婚してても一回なんか日本人と結婚して日本国籍になるとなんかもう一回中国国籍は取れないって話を聞きましたんで、またこっちでずっと生活をしたいから結婚を望んでるのかなっていうふうには思うんですが、知り合いにね、前接骨院俺通ってた時に結構肩こりがね多いもん でそこのね接骨院の先生が言ってたんだけど、なんかね59歳の男性でなんか定年退職を迎えるっていうことで早期、まあ、退職手当の、もう定年の前で辞めますよってことで、ごっそりと、まあ、1000万以上退職金を、まあ、得たらしいんですよ。で、その時付き合った彼女が中国人の女性で、それでね、なんか急にそのお金を得たという、言った瞬間に、なんかお母さんが病気になったとか、親戚が、手術することになってお金が必要だとか、ってことで、ガンガン金をね、要求したらしくて、でその方ももう熱を上げて自分の彼女ということで、もうね、もう多分愛情がもう満ちてしまって周りが 目に入らないね、周りの状況がもうよく見えない状態になっていて、その金をね全部1000万以上つぎ込んだらしいんだね、小出し小出しでね、何が今回ね帰国するんでまたお母さんが病気だとかね、お父さんが事故に遭ったとかいう形でまんまとやられてしまって、結局その金がなくなった暁にはその中国人の女性と連絡が取れなくなったという、まあだからとんずらされちゃったというね、金持ってかれて、そういうこともあるんで、
ちょっと俺はね、悪いんですけど、そちらの方をはちょっと警戒しますね。これ警戒しない方が逆に俺おかしいと思うんでね。だって特に本国の人で登録してて日本人と絡むなんておかしいでしょ。だってスカイプかなんかで絡むわけじゃん、これで。スカイプ機能なんてあったっけ、こんなの。まあまあ、だから多分後で、ね、連絡先交換してなんかやり合うのかだろうけど、それ認めちゃう、そのサイトのこのね、ペゾーンって運営している運営会社も、どうかと思うなっていうね、疑わしいなと。ちょっと有料会員になっちゃった後であれなんだけど、ちょっとね、一回これ3ヶ月でやめようかなっていうところがあって、違うのをやろうかなと。できればその怪しげな外国人のいないマッチングアプリを誰か紹介していただけたら、ちょっとそこをやろうかなというところですね。非常に恐ろしいですね。ちょっと金持ってる感じにすると持ってかれちゃうわけでしょ、金をこうね。だからまあね、どうなのっていうところで、皆さんそういうの、もしこれや、このマッチングアプリ使ってる方がいたら、疑問に思ってないのかなっていう、なんかあんまりそういう声が聞こえないものですから。ただこの間プチオフ会やった男性は、なんか中国人の方と、まあ、絡みもあって、やはりその日本国籍取ってもし離婚しても、中国国籍は取ることできないよと、ね、また戻すことできないよって言ったら連絡来なくなったって言ってたんで、だからそれもあるんで、そういうのも聞いてるから、俺は信用してないというかね。だから中華系の方は俺は行かないです。無理ですね。無理ですね。あと、向こうの親の世代が、反日感情にね、強い方もいらっしゃるんで、できればね、そういう摩擦を生むことはね、避けたいな、ということになります。形になりますね。まあまあ、ちょっとね、ぼやきみたいな形になっちゃいましたけども、ちょっと素朴な疑問でね、どうなのそれっていう、今回はそういう動画でございました。まあまあね、いろいろあると思うんですけども、今、マッチングアプリやられてる方も、いろいろと、ちょっと警戒した方がいいと思いますね。宗教をやってる方もいれば、マルチ商法をやってる方とかもいるらしいので、まだ今ね、マルチと宗教は、俺はまだ遭遇してませんので、まあ、ね、違うところで遭遇しましたけど、まあでもマルチはまだいねえな。一回ちょっとマルチの方遭遇してみたいなってね、いろんなそういう、なんだろう、商売のやり方みたいなの、突っ込みどころが満載だと思うんで、いろいろね、困るような質問をいろいろしたいなっていう、ね、ふうに、まあ遊びたいなっていうふうに思ってますんで、まあまあそんなことはどうでもいいんですけども、一応そういった、人もいるので、もしマッチングアプリやってる方で、そういうのは遭遇しましたら、ちょっと警戒を、ね、した方がいいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあね。